君が私で私が君で。ふう、危ない危ない、急いでたせいでまた社員証を忘れるとこだった。もう新人でもないのにトイレに行って廊下に締め出されるなんて恥ずかしいよね。さあ午後も張り切って頑張ろう。あまちゃん、ひふみ先輩、危ない、ぶつかる。ごめんなさい、ひふみ先輩。うん、私もごめんね、あおばちゃん。慌ててて、トイレ急いでるから。じゃあ。行っちゃった。あれ、なんか私もまた行きたくなってきたぞ。おかしいな、トイレはさっき行ったばっかりなのに。いや、なんかおかしいこと他にも。鏡に映ってるの私？いや、ひふみ先輩？違う、私だけど、ひふみ先輩？間違いない、この手もこの顔もひふみ先輩だ。それに大きい、そして重い。どうなってるの？私、あおばちゃんになってる。私は隣にいた。鏡を見て、かわいい。私が私に見とれてる。わあ、そこの私は誰？もしかしてひふみ先輩ですか？そういうあなたは青葉ちゃんってことは、つまり私と青葉ちゃんが入れ替わってる！？どうしてこんなことに。もしかしてさっきぶつかった時の影響かも。そんな、ありえないですよ。でも実際私たちなってるよ。くぅ、一体何が起きてるんだ。そうだ、何か思いついたんですか？こうちゃんが確認したいことがあるって。私呼ばれてたんだった。仕事の話ですか？今はそれどころじゃ。でも急いでたみたいだから、早くひふみが戻らないと。そうは言いましても。あと、それにしばらくあおばちゃんの体でいられるのも私はちょっといいかなって。いや、全然よくないですよ。私もひふみ先輩の体を体験できるのは嬉しいですよ。本当？ああ、もうわかりましたよ。原因も戻り方もわからないし、しばらくはこのままでいましょう。そうだね。周りの人に何て言っていいかわからないし、バレないようにごまかさないと。大丈夫かな？ファイト！人事じゃないですからね。おお、来た来た、遅いぞひふみ。ごめんね、こうちゃん。なんで青葉が謝るんだよ。って、こうちゃん？そうだ、今の私は青葉ちゃんなんだ。青葉ちゃん。だったの、青葉。私ってあんなキャラ？青葉、もっともっと頑張ります。まあいいや、青葉は自分の作業に戻ってていいよ。勉強に
私、ひふみ先輩のそばにいます。頑張ります。それは別にいいけど、なんか今日妙にテンション高くない？そんなことないです。頑張ります。頑張って。でさ、ひふみ、今モニターに出てるやつなんだけど、ひふみ？私か。ひふみ先輩になりきるには。おい、聞いてる？ごめんなさい。なに？こうちゃん。私そこまでおどおどしてない。何？青葉。なんでもないです。変なやつ。でなにかな。ちょっと確認だけど。じゃああとはメッセで。ちょ、何もまだ話してないよ。ひふみ先輩、八神さんの話はちゃんと聞かないとダメですよ。そうですね。じゃないや、そうだね。何かな。このキャラの制作工程がちょっと多いからさ、スケジュールを押しちゃうかもって気がするけど、ひふみはどう思う？私の担当したモデル。はい、頑張って間に合わせます。いや、ひふみが頑張っても。そうでした。いや、そうだねあの簡略化できるところは省略していて、スケジュールに載せられたらって思ってるけど。へえ、青葉にしては考えてんじゃん。そうです。その通りです。やるときはやるんです、私。じゃあさ、ひふみんは青葉のサポートしてあげてよ。私これから打ち合わせだし。わかった。じゃない、わかりました。了解です。了解したわよ。なんか今日二人とも変だな。そんなことないよ。そう？じゃあ、あとはよろしく。なんとかごまかせたんでしょうか。こうちゃん、割と鈍ちんなところあるから。でも、どうしましょう。なんとかしなきゃですよね。まず、キャラのモデルは防音の設定を見直して。って、そっちじゃなくてですね、私たちが入れ替わってることですよ。そっか。ごめん。あら、にぎやかね。何の話？りんちゃん。遠山さん、お疲れ様です。聞き間違いだったかしら。遠山じゃない、りんちゃんは外回りだったの？そうなの、今帰ってきたとこ。こうちゃんはもう打ち合わせ行っちゃった？はい、ちょうど先ほど。青葉ちゃんは今日も元気でいいわね。私もそう思います。よかったら今から3人でお昼に行かない？最近できた角のカフェが気になってるんだけど。喜んで。ちょっとひふみ先輩、この状況で出かけるのはまずいですよ。そっか、そうだね。喜んでと言いたいところだったんですが、早急にやらなきゃいけないことがありまして。ごめんなさい。私も青葉ちゃんの手伝いがあるから。いいのよ、お仕事なら仕方ないわ。また次にしましょう。はい、ぜひ。頑張ってね。それじゃあ私は行ってくるわ。遠山さんにもバレずに済みましたね。カフェ行きたかったの。先輩、それよりまず
私たちの体をどうにかしないと。ねえ、アオバちゃん、ちょっと思ったんだけど。はい、何でしょう。お互いにだんだん口調にも慣れてきたし、このままでもいいんじゃないかなって。え、何を言って。アオバちゃんの体だと言いたいこともすんなり言えて、それにこの顔も体も可愛いし。ダメですよ、そんなの。ほら、アオバちゃんだってだんだん私っぽくなってきてるじゃないですか。だからね、このまま本当に入れ替わっちゃいましょうよ、ひふみ先輩。先輩はそっちですよね。アオバは私ですよね。やだ、アオバは私。アオバじゃん、アオバちゃん、アオバちゃん。え、うわー、あれ、ひふみ先輩。大丈夫ってことは、私は私。あの鏡ありますか。手鏡でよかったら。わあ、私の顔だ。よかった。ごめんね、アオバちゃん。ずいぶんうなされてたみたいだったから、声かけて起こしちゃって。いいんです、ありがとうございました。ちょっと悪い夢を見ていまして。夢？ああ、いえ、なんでもないです。でも、こんな時間に先輩がいるの珍しいですね。明日に残しておきたくない、仕事があったから。まだ会社にいるのって私たちだけでしょうか。うん、確かこうちゃんとりんちゃんがいたと思ったけど。はあ、すっきりすっきり。やめてよ、恥ずかしいじゃない。いいじゃん、もう夜だし人もほとんどいないんだから。ほとんどでもいる人はいるでしょ。八神さんと遠山さん、どうしたんだろう。行ってみようか。八神さんたちもまだ帰ってなかった。おお、青葉にひふみ、まだ残ってたんだ。りんちゃんか。パンツ一丁？ちょ、やだ、見ないで。じゃなくて、隠してズボン履いて。前にはちょっといいかもって言ってたじゃん。それとこれとは話が別。でもさ、こんなパツパツのズボンじゃ結構。二人に何が。太もものあたりむっちりしてる。ひふみ先輩、そんなことないです。何？そういうのいいから。アオバちゃん、とりあえず隠して。私のほっぺた、すっきりできたのね。滑ってもらっていいですか。恥ずかしいよ。プログラム班のランチタイム。お昼、お昼、お昼だ。さくらさん、いい大人なんですから、食堂でスキップするのはやめてください。はーい、ごめんなさい。ねねちと海子さんって保護者とその子供みたいですよね。確かに、師匠は海子さんだから間違ってないかも。いろいろ間違っています。自覚と訂正をお願いします。おや、プログラム班の面々だね。お疲れ様。あ、葉月さんもお昼ですか。ああ、そうだよ。よかったら一緒にどうだい。はいはい、ぜひ。昼休憩くらい気を休めたかったんですが。もうそう言ってくれるなよ、海子くん。
可愛い子たちと共に過ごすランチタイム。うん、MP の回復にはもってこいだろ。私にとってあなたはそれを減少させる要因なのですが。ねえネネッチ、この二人って仲悪いの？でも喧嘩するほど仲がいいっていうし、そんなことはないと思うよ。さくらくんもなるみくんもうちに来てまだ間もないが、仕事の方はどうだい？あ、やっぱり学校と違ってついていくので精一杯です。でもいい刺激になってすごく勉強になります。実際なるみさんは学生とは思えないほど優秀ですよ。え、本当ですか？ありがとうございます。ふみこさん、私も褒めて。今のところ無遅刻ですね。大した成長です。そこだけ。あー、なるっち笑ったな。まあさくらくんも一番初めの頃に比べてだいぶこの会社に馴染んできているようだね。あ、ねねっちって最初はデバッカーとして入ったんですよね？アルバイトだけどね。遅刻はするわ、社内をうろうろするわ、作業中の私の PC の電源を落とすわ、いろいろありましたね。すごい、よくそれでクビにもされずまた雇ってもらえたね。そりゃあまあそれだけ優秀だったってことみたいな。あまりふざけたことを言わないでください。海子さん目が怖い。そういう時は上目遣いで可愛くおねだりするといい。もっと優しくしてくださいってね。さくらくんと海子くんの慎重さならなお効果も抜群さ。本当にそれで優しくしてくれるんですか？もちろんだと思う。見ていてごらん。もっと優しくしてあげなよ、海子だ。その湧いている頭にきつく一発差し上げましょうか。目が怖いな。どうしたんだい、なるみくん。あの、ゲーム会社ってどこもこんな雰囲気なんでしょうか。ふざけすぎというか、子供っぽいというか。ほら、言われてしまっていますよ、葉月さん。え、私のことかい？あー、すみません、言葉が過ぎました。さすがに言い過ぎだよ、なるっち。あ、ねねっちに対しては言葉のまんま思ってるよ。ひどい。ってのは冗談だけど、でも上司の人とでもこんなに話せるってなんだか不思議な気がして。まあうちがよその会社よりややフランクというのは否定できませんね。うん、会議室で鍋をやったりみんなでお花見をしたりね。へえ、楽しそうですね。その通りさ。楽しいというのが一番大事なことだよ。楽しみながら働いているからこそ人を楽しませるゲームが作れると私は思っているからね。なるほど。それにこうして気心なく笑い合える環境の方が連携もスムーズにいくと思わないかい？はあ、葉月さんって真面目にふざけてたんですね。そうだよ、私も立場上仕方なく可愛い女の子にかまけているふりをしているのだよ。あなたの場合半分以上本心でしょう。手厳しいな、海子くん。確かに大変なこともいっぱいあるけど、しんどい顔のままずっと仕事してたら疲れちゃう気がするな。そういった点だけにおいてはさくらさんはコウさんや鈴風さんに勝っているかもしれません。八神さんやアオッチ以上？本当ですか？不祥の弟子ほど可愛いというところかな。素質まで褒めた覚えはありません。楽しんで仕事をするかとは言ったものの、スタイルは人それぞれさ。なるみくんも自分なりの仕事のやり方を学んでいけばいいと思うよ。そしてそれをうちの会社で活かしてもらえるならなおありがたいね。はい、わかりました。キュルルルルルルル。うー、お腹すいたよ。早くお昼買いに行こう。あ、財布机に忘れてきた。仕方ないですね、私が出しておいてあげます。海子さんのおごり？貸すだけです。お昼休みの時間がなくなっちゃうし早く買って食べちゃおう。そうだね、じゃあ行ってきます。葉月さん
この席取っといてくださいね。ああ、任せておくれ。おや、もずく。君もお昼かい？キャラ班の望月くんとプログラム班の鳴海くん、それにさくらくんか。今年の新人の子たちがどういうものを作り出していくか本当に楽しみだね。犬も食わない？おはようございます。あ、おはよう。おはようさん。二人ともどうかしたんですか？どうもこうもないよ。向こうがさ。向こう、八神さんたちのブース？青葉ちゃん、行くなら注意してな。はあ、とりあえず朝の挨拶をしてきます。気をつけて。気をつけてって何を？おはようございます、八神さん、遠山さん。おう、おはよう青葉。おはよう青葉ちゃん。あれ、今日ちょっと遅かった？電車が少し遅れてまして。あら、朝から大変だったわね。遅延証明書はもらってきた？あ、はい、大丈夫です。ん？どうした？お二人ともどうしたんですか？私たちが何か？椅子に座って正面向きのままこっちを見ないというか、八神さんも遠山さんもずっとお互いに背を向けているので。気のせいじゃん。普通だと思うけど。はあ、そうだ青葉ちゃん、遅延証明書と一緒にこの書類に上司のハンコをもらって出してね。上司のって八神さんでいいんですよね？ええ、彼女のハンコでいいわよ。じゃあ八神さん、これお願いしていいですか？うん。そしたらこれ P に渡せばいいから。 P って遠山さんのことですよね？多分ね。それじゃあ遠山さん、こちらを。はい、OK。 じゃあ今日も一日頑張ってね。はい。失礼しました。どないやった？なんだか険悪なムードだったんですが、八神さんたちどうしちゃったんですか？よくわからないけど喧嘩してるみたいなんだよ。朝来た時からあんな感じやったんや。珍しく早めに来た一二三先輩なんて、ずーっと二人と目を合わせないまま震えてるしね。一二三先輩いました？全然気づきませんでした。気配を殺しとるんよ、二人の気に当てられへんようにな。大丈夫でしょうか？ちょっと見てきます。あ、青葉ちゃん、覗くときはそーっとだよ、そーっと。わかりました。そう、ブル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 。あ、ほんとだ、いた。な、いたやろ？はい、生まれたばかりの小鹿のようでした。ひふみ先輩からのメッセ、おはよう青葉ちゃん。おはよう青葉ちゃん。こんな状況に私を一人にしないで。そうは言いましても、八神さんたち当人同士のほとぼりが冷めるまで放っておくしかないのかな。せやな、変に他人が首突っ込んでもやけどするのがオチや。とはいえ、こんな雰囲気の状態のまま仕事できるんでしょうか？八神さんと遠山さんにチェックしてもらいたいものもあったんですが。あ、また一二三先輩からのメッセや。なになに？みんな空気が重いよ。また誰かこの雰囲気を何とかして。早く
み先輩の悲痛な叫びか。ここは青葉ちゃんが二人を仲直りさせるしかないよ。なんで私が？それはその、あ、ほら青葉ちゃんは新人だし。でって私もう2年目ですよ。新人って言うならもみじちゃんが、あれ、もみじちゃんまだ来てませんね。なや、学校に提出するものがあるらしくて、そっち寄ってから来るんやって。会社の空気を良くするのも社会人の務めだよ。はじめさんにしてはもっともらしいこと言いますね。言うようになったな、青葉ちゃん。はあ、でも一二三先輩のことも心配ですし、ちょっと行ってきます。何はともあれ、まずは目も合わせない二人を会話させることだよね。話してるうちに気持ちもほぐれて、いつもの感じになるかもだし。し、失礼しまーす。青葉ちゃん、背景とキャラの合わせで確認があったな。あ、そうだ、ひふみ先輩。何？青葉ちゃん、昨日見てもらったものなんですけど、八神さんと遠山さんのチェックってどうなってましたっけ？これからだよ。そうでしたか、これからですよね。うん、二人に一緒に見てもらわないと。お、何チェック？はい、八神さんと遠山さんのお二人にチェックしていただきたいものが。昨日サーバーに上がってたのなら私の方は OK よ。あとはお任せするわ。そうですか。昨日付けのファイルのことなら私も見た。大丈夫だから先進めて。ああ、はい。何か話題は。頑張って青葉ちゃん。八神さん、遠山さん。何？簡単な心理テストなんですけど、ちょっとやってみません？心理テスト？二人でやるんですけど。あ、ひふみ先輩、手伝ってください。うん、わかった。こうして手をグーにして相手の前に出すんです。うん、それで？ひふみ先輩、私のグーの拳の上に顎を置いてくれますか？うん、グーでいい。なんだか可愛い格好ね。この時相手の目が自分を見ているかどうかで、その人に従属しているかどうかっていうのがわかるそうなんです。従属？顎を乗せた人が相手の目を見ているなら対等か上の関係、目をそらしたままなら受け身ってことらしくって。ひふみ、青葉に対して目を伏せたまんまだけど。さあいかがでしょう。ちょっとお二人でもやられてみては。あ、青葉ちゃん、それはむしろ。いや、いいよ別に、ネタバレしてちゃやる意味ないし。そっか、しまった。そうね、それに振り回されるのがどっちかなんてテストするまでもないしね。まだ言ってるの？いつまでもしつこいな。強情なのはこうちゃんの方じゃない。意地っぱり、頑固者、強情、忘れん坊。ふん、会話させることには成功したけどダメだ。あ、青葉ちゃん。ひふみ先輩、それでは私はこれで。もう行っちゃうの？ごめんなさい。青葉ちゃん、おかえり。青葉ちゃん、すみません、私では力不足でした。よし、こうなったら私が行くしかない。はじめさん。青葉ちゃんだけに押し付けっぱなしじゃ先輩の名が廃るからね。さっき自分でなんて言うたかもう忘れた？怖い顔をしたままじゃ心に張った氷は溶けないものさ。おお、かっこいい。なんかの受け売りやろ。じゃあ行ってくる。ゴブーボ。
ほんま大丈夫なんやろうか。そう、やっぱり笑顔だよ笑顔。平和な世界には笑いがあるものだってアニメでも言ってたし。失礼します。はじめちゃん、どうしたの？なんだよいきなり。好きなテレビはニュース、落ちてた財布は交番へ。こんにちは、篠田まじめです。ダメだった。そりゃそうやろ。だって自信あったんだよ。けどそれどころじゃない雰囲気の方が強くて。ほら、ひふみ先輩見てみ。余計空気悪くなってさっきより震えとるやん。ほんとだ。って、ん？あれ、笑いをこらえてるんじゃないですか？え、本当？篠田まじめ。わらわらわら、ホタルみたいだな。よかった、受けてた。そもそもの状況は何も好転してへんけどな。おはようございます。もみじちゃん、どうかしたんですか？皆さん集まって。まあちょっとね。何もあらへんよ。そうですか。なあ、ももちゃん、どこ行くの？学校の書類、八神さんと遠山さんにハンコをいただかないといけなくて。なあ、今は。どないしよう。あの雰囲気に当てられたら、ももちゃんが辞めてまうかも。いや、さすがにそこまでは。言い切れないよ。自分の憧れのクリエイターにピリピリした態度をぶつけられたら。付き合いもまだ浅くって受け止める余裕もないやろしな。そう言われると。ちょっと覗いてみましょう。そーっと、そーっとな。そー。八神さん、遠山さん。おう、おはよう。もみじ、学校寄ってきたのね。はい。それでこの書類にお二人のハンコをいただきたいんですが。そっちの人が終わったらよこしてよ。先にもう一人から押してもらえたら回してね。ももちゃん。あ、お二人喧嘩してるんですか？ストレート。え、いや、どうして？なんとなく、ナルと喧嘩した時の雰囲気と同じだったんですけど、違うんですか？そんなことないわよ。うん、全然。あんなの喧嘩になんて入らないし。あんなの？リン、すごくガーガー怒ってたじゃん。怒る以上に悲しかったせいよ。どうしよう。何があったんですか？この子強い。昨日一緒にテレビ見てたんだよ。テレビですか？うん、情報系の旅番組。結構いい風景のとこが映って、リンがすごい食いついて見てるから、こういうとこ行ってみたいよねって言ったら、リンが、だってそこ入社1周年の記念で2人で行った温泉だったじゃない。全然覚えてないなんてひどくない？だって何年前だよ。忘れてたことよりいいじゃん、それくらいいいなんてこうちゃんが言うから。それはさ。それは何よ。それはまたいつでも2人で行けばいいんだし、いいじゃんって思ったからで。こうちゃん、言葉が足りなかったのは悪かったよ、ごめん。でもリンこそ全然弁解させてくれないし、こっちももう言うもんかって意地張っちゃって。ううん、私も強情だったと思う、ごめんね。次の休みさ、どっか行こうよ。さすがに温泉旅館までは行けないけど、またスパとかさ。うん、でも行くならお詫びとして入浴料は私が払うわ。お詫びっていうなら私だって。わかった、じゃあ私の分はリンが払って、代わりにリンの分は私がおごるから。
それじゃ割り勘じゃない。でもこの約束は忘れないでね。何なんやこの茶番は。あんな理由で会社に来てまで喧嘩を。私途中から見てられなくなったよ。お前ら覗いてたのかよ。でもまあこの辺によどんどった空気はすっかり流れたようやね。うん、悪い空気はあえて読まないってのも解決策の一つなのかも。もみじちゃんのおかげかな。ありがとう、ありがとう、ももちゃん。あ、よくわからないです。とりあえず書類のハンコいただけますか。ハッピーニューイヤー。もう、ねねっちったら。だからやっぱ少し寝ておくって聞いたじゃん。だって一度寝たら起きられる自信なくてさ、こんな時間に起きてることなんて普段。せっかく久しぶりにホタルンと会えるのに、そんな顔してたら笑われちゃうよ。うん、アオチはよく平気だよね。朝って言ってもまだ深夜みたいなものなのに。だって久しぶりに会うんだし。ホタル、留学して変わってないかな。日本語喋れなくなってたりして。あるかもしれない。あ、相変わらずすごい人。元日の高尾さんだもんね。ホタル、もう来てるかな。おお、あ、あそこ。全然変わってないね。どうしたの。日本語が出てこない。なまってる。でもそれ日本語。本当だ。もう大丈夫。ごめん、昨日日本に帰ってきたばかりだから。久しぶり、会いたかったよ。うん、私たちもだよ。ハッピーニューイヤー、アオッチ。え？ハッピーニューイヤー、ネネッチ。ハッピーニューイヤー。どうしたの？二人とも顔赤いよ。だって いきなりキスされたら。はあ、ごめん。ホームステイ先の女の子がいつも挨拶で。フランスって情熱的なんだね。ドキドキしたよ。なんか私まで恥ずかしくなってきた。自分でやっといて。そろそろ行こっか。どんどん人も来るし。うん、そうだね。リフトももうすっごい並んでるから早く行こう。なあねねっち、走ったら危ないってば。おー、二人とも待って。なんかリフト前に乗った時より急になってなかった。そんなわけないって。そうかな。ねえ、どうだった？美術留学。新鮮なことばかりで面白かったよ。でもよかった、こうして簡単にここで会えて。高校の時の約束だったもんね。またみんなで初日の出見ようって。あそこのベンチ空いてるよ。みんなで座ろう。ここでよかったの？もっと早く来てれば山頂まで登れたのに。うん、ここがいいんだよ。去年と同じこの場所が。ねえねえ、後でみんなで写真撮ろうよ。初日の出をバックにかっこいい感じで。おお、ねねっちにしてはナイスな提案。どういう意味？相変わらずだね、二人とも。まあね。あ、私そこでお団子買ってきて食べながら見る。アオチたちは？こんな時間に食べたら太りそうだし、私はいいや。私も。でももうすぐ日が出ちゃいそうだよ。大丈夫だって。ねねち変わらないな。
ほんと全然だよ。うちの会社にデバッグのバイトできたのだっていきなりだったんだもん。青地びっくりしなかった？そりゃしたよ。私を探して社内をこそこそ歩き回ってたら、社員の人に企業スパイじゃないかって疑われたりもして。ネネッチらしいね。でもネネッチにスパイなんてできるわけないよね。それは言い過ぎだよ青地。お、山の方だんだん明るくなってきた。ネネッチ、そろそろ日が出てきそうだよ。早く早く。セーフ。あ、見て、お、太陽が昇ってきた。改めて、明けおめ。明けましておめでとう。おめでとう。今年もよろしくね。さて、それじゃあまた今年も上野神社まで初詣に行きますか。そうだね。あおっちは去年なんてお願いしたんだっけ。確か私たちの幸せを。そうそう、自分の受験のことよりも先に。今年は違うことお願いするし。照れてる照れてる。うん、嬉しかったよあおっち。もういいから。ほら行くよ。はなんてお願いしたの？去年は合格祈願だったし、私はオッチの代わりにみんながいい年でありますようにって。そうだよね、それが一番だよ。2人とも綺麗すぎない？そうかな。どうせネネッチは欲しいもの並べ立てたんでしょ、去年みたいに。ブブー、違います。なんたって今年の私は目標があるから。え？目標って？あおっちには秘密、ホタルには教えてもいいけど。ちょっと耳貸して。うん、なになに？なんで私にだけは内緒なの？すごい、それは叶ったらあおっち驚いちゃうかもね。だから私も頑張るんだ。すごい気になる。いいからいいから、なんか買って食べよう。天狗焼きってのもあるよ。また食べるの？ねえ、ネネッチのお願いって何だったの？秘密だよ。じゃあホタル教えて。でもネネッチが内緒にしてるから。まだアオッチには言わないもんね。お団子一本おごってあげる。ダメ、そんなんじゃ私の心は。じゃあお団子二本。しょうがない。鍋奉行ユン。ただいま。おかえりユン姉ちゃん。お邪魔します。あ、はじめお姉ちゃん。いらっしゃい。ご飯食べたら一緒に遊ぼうね。遊ぶ。ご飯。ユン姉ちゃん、お腹すいた。ミユもすいた。すぐ用意するからちょっと待っとってな。はじめ、手伝ってもらって。もちろん。あ、でもよかったの？豪華海鮮鍋なんだよね。そんな時にお呼ばれして。おとんもおかんも友達からお食事会に呼ばれてて逆に助かったわ。そっか、なら遠慮なく。おもちゃよろしくな。はい。カニにエビに魚にキノコに、はっ、牛肉まである。この食材全部鍋に入れていいの？たくさんあるから順繰りに入れてこな。早く食べたい。うまそう。うまそう。ほら、いつまでも立ってないで席つき。はーい。みんな取り皿もお箸もあるな。そしたら
いただきます。よし、それじゃあまずやっぱり牛肉から。あかん。牛肉を最初に入れると硬くなってまうやろ。最初はお出汁の出る魚介類か、肉やったら鶏肉からや。お、そうなんだ。わかった。はじめお姉ちゃん怒られた。牛肉からはあかんよ、はじめお姉ちゃん。あ、それじゃ、この椎茸、肉厚でプリプリしててキノコの中でも好きなんだよね。椎茸と。まだあかん。だって出汁が出るのを先にって。椎茸は早く入れすぎると出汁が全部出てもうて旨味が残らなくなるんよ。はじめお姉ちゃん、そんなことも知らへんの。あかんな。あそっか。エビと貝をまず入れるやろ。そしたら次は根野菜、火が通りにくいごぼうなんかを入れてくんや。じゃあ人参と白菜と。はじめ、白菜は葉物よ。あとあと、今入れたら煮崩れてしまうやろ。ある程度煮えたら葉野菜とか豆腐なんかを最後に入れて。いい匂い、早く食べよう。そろそろいいのかな。うん、たんと食べ。それじゃあ、いただきます。そっちのエビは3番目に入れたやつやろ。食べるんなら最初に入れたエビから手つけ。はい。あ、はじめお姉ちゃん、それは2番目のエビや。最初のはこっちのや。そっか。それじゃあ、やっぱりホタテはもらおうかな。はじめ、今度は何。なんでわからへんの。うちは、うちらの鍋をからかっとる。どうしてだよ。このホタテ、ホタテの中で一番煮えてるやつじゃないの。具から先に手出したらあかんで。まずはお出汁をいただいて、お鍋全体の味を確認してから食べるんよ。二人はよう分かっとるな、偉いな。スープから。せよ、濃い薄いしょっぱい甘いあるやろ。それからポン酢とかの分量をどうするか計算しとかなあかん。そこまで。それと次に何とったらええかちゃんと頭の中で分かっとる。次？食べる前から次に何とるか決めとくの？はい、うちはエビいったら人参、次に白菜を食べて煮えすぎる前のお肉を取る。僕は貝とごぼう食べたら豆腐取って空いた場所に新しくレンコン入れる。うんうん、二人とも上出来や。あのさ、鍋ってそこまで計算して食べるもの？なんで？そういうもんやろ。そういうもんや。私、今日この鍋食べられるのかな。よい子のお話、コーデレラ。昔昔、あるところにコーデレラという、それはそれは美しくもちょっぴり残念な娘がおりました。どういう意味だよ。しかしその美貌を妬む意地悪なママ母と義理の姉たちから毎日のようにいじめられていたのです。たく、毎日毎日炊事に掃除に洗濯。義理のママ、いや母さんたちもほんと人使い荒いんだから。どこの会社だっつーの。コーデレラ、掃除は済みましたか。あ、アハガ。だれ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 、いきなり撃つんだ。危ないな、もう。その名前で呼ぶなと言ってるでしょう。海子、もとい、お母様と呼びなさい。お母様と。はい、お母様。見ての通り、すっかり綺麗になりましたよ。すっかり、これで。とてもとても綺麗になっているようには見えませんが。それはあんたが今撃った銃の弾だろ。
ほらほら、文句を言わず手を動かさないと。せやで、お母様の言うことは絶対や。お掃除お疲れ様、調子はどう？あ、お姉様方。お、お姉様。うん、もう一回言って。え、なんで？いいから。理不尽だな。なんでしょうか、リンお姉様。ふわー、たまにはこういうのもいいかもね。なんなんだよもう。なあ、うちらが着ていく服用意できとる？はい、とりあえず一通りは。あ、ねえ、どうして舞踏会なのにこんなドレスや靴を用意してるのさ。これじゃ戦えないよ。舞踏の大会じゃなくて踊る方の舞踏会やで。はじめ、とりあえず皆さん急いで着替えますよ。お城で開かれるパーティーの時間に遅れてしまいます。目いっぱい着飾って王子様に見初められて客玉を狙うんや。お姫様になるって一度は憧れるものですもんね。王女になっていっぱいお金が使えるようになったらフィギュアたくさん買うんだ。いいなあ、私も行ってみたいな。ダメです、あなたはここで留守番です。えー、マジで？そんなにボロっちい服じゃお城に入れてもらえませんって。残念やな、美味しいものもたくさんあるやろに。来られへんのはほんまかわいそうや。お母様とお姉様たちだけずる。ごめんね、ごめんね。でもごちそうタッパーに入れて持って帰ってくるからね。こうして義理の母と意地悪な姉たちかっこ一人除くが舞踏会に向かうのを見送ったコーデレラは家で一人ポツンと留守番をしていました。綺麗なドレスには興味ないけど、お城のパーティー私も行きたかったな。どんな感じかな、打ち上げみたいな。あ、誰だろう。アハゴンが忘れ物でもしたかな。あ、はい、今開けます。こんばんは。コーデレラが家の扉を開くと、そこにはとんがり帽子に鮮やかな色のローブをまとった魔法使いがおりました。その服装ハロウィン？違くって。ね、変な勧誘とかなら間に合ってますけど。そうじゃなくって、お城のパーティー行きたいんだよね。ほう、まあ、いつも意地悪に負けないで頑張ってるから。この私、魔女っ子ひふみんがパーティーに行けるようにしてあげる。魔女っ子？本当に？うん。じゃあちょっと待ってて。魔法使いはおもむろに手に引いていたキャリーバッグの中から輝くように美しいドレスにティアラ、ガラスでできた靴を取り出しました。え、魔法で出すんじゃないの？これくらいの衣装なら自作で大丈夫だから。コスプレかよ。とりあえず着替えてメイクもしてあげるね。言われるままに着替えたコーデレラは、先ほどまでのみすぼらしい格好から見違えるほどにステップバイステップじゃなくて巡り巡ってじゃなくて一気にレベルアップしました。慣れないなこんな格好。あ、綺麗、すごく似合ってる、かわいい。普通でしょ。それじゃあそこにあるかぼちゃを馬車にしてお城まで連れて行ってあげる。えい、普通に魔法使えるんじゃん。あとは馬だね。宗次郎、もずく、キューン。
魔法使いが連れていたハリネズミと猫に魔法をかけると、2匹は立派な馬となりました。そうしてコーデレラはカボチャの馬車に乗り、舞踏会の催されているお城へと向かったのです。到着。お城着いたよ。ほう、初めて近くで見たけど立派なお城だな。ね、12時を過ぎたら魔法は解けてしまうから、それまでにはお城を出ないとダメだよ。え、この服もキャリーバッグから出したやつなのに。うん、そう。深夜12時になると、こうちゃんはパンツ一枚の姿になってしまうから。みんなに見られるのは嫌だな。時計の鐘が鳴り終わる前までに必ず。じゃあまあ適当にご飯食べて帰るとするよ。コーデレラがお城の中に入ると、見たことのない豪華な風景が広がっていました。おめかししたたくさんの人が踊り、歌い、笑い合っていました。中でもひときわ目を引いたのは、長い髪を左右に結い分けた凛として美しい青葉王子でした。皆さん、今宵のパーティーをどうぞ楽しんでください。あれが王子様か。可愛い顔してんな。あれ、あそこにいるのはアハガンたち。ほんまかっこいい王子様やな。絶対うちがお妃様になったる。王子様と結婚すれば国のお金を使いたい放題だよね。確かに少し惹かれるけど、私には心に決めた人が。いいですか娘たち、大切なのはアプローチ、誘い方です。まずは私のやり方を見ていてください。王子様、よろしいですか。はい、何でしょう。王子様はサバゲーにご興味はありますか。サバゲーですか。サバゲーはいいですよ。心身ともに爽快な気持ちになれます。前線で撃ち合うのはもちろん、見つからないよう身を潜め、遠距離から敵を見事に狙撃した時など、えも言われぬ快感に酔いしれることができます。私はちょっとそういうのは全然わかんよ。なあ、王子様は紅茶とコーヒーどっちが好きな。今度一緒にお茶会でも。ねえ、やっぱ王子様もバトルとかおもちゃの方が興味あるよね。この前買ったアクションフィギュアなんだけど。皆さん良いご趣味をお持ちのようですね。楽しいお話ありがとうございます。私はちょっと失礼して。はあ、言ってもうた。もういきなり自分の趣味を全力でぶつけたら王子様だって戸惑うわよ。婚活パーティーでも一番やっちゃいけないことだわ。ふう、国王の言いつけとはいえこういう場は苦手だな。妃候補を探せだなんて。わっ、ごめんなさい。いえ、こちらこそすみません。どこかでお会いしたことありましたっけ。いや、初めてだと思うけど。あ、もしかしてナンパ。違いますよ。ごめん。あの、一応私王子様ですからね。それなりに敬ってもらわないと。おっと、そうでした。ごめんなさい。本気で悪いと思っていますか。思ってる。なんか軽いな。でしたらお詫びに一曲、私とダンスを踊ってください。喜んでお付き合いいたします王子様。なんかそっちの方が王子様っぽいようなイケメン感が。青葉王子とコーデレラが手を取り踊り始めると、フロアの人々はそのリア充カップルのダンスに見とれました。なんやあの美人。
まあ、王子様と二人で羨ましい。あの重心移動の仕方、髪のなびく様、もしかして。初めて会った二人でしたが、お互いの呼吸はぴったり。一曲二曲とステップを踏み続け、気づけば時間もだいぶ経ってしまっていました。こんなに楽しい気持ちで踊ったのは初めてかもしれません。私もだよ。ねえ、もうこんな時間？どうしたんですか？いきなり止まって。悪い王子様、私そろそろ行かなきゃ。さあ、待ってください。急ぎその場から走り去ったコーデレラでしたが、慌てるあまりその途中ガラスの靴が片方脱げてしまいました。そして12時の鐘が鳴り終わると同時に、彼女にかかっていた魔法は解けてしまったのです。なんとかお城は抜け出せたけど、パンツ一丁でどうやって家まで帰りゃいいんだ。フレクション。そして翌朝。コーデレラ、朝食の用意はまだですか？まったく遅いですね。コーデレラ、うちの髪飾りしろ。あんた隠してへんやろな。ねえねえコーデレラ、雑貨屋に予約するよう頼んでおいた限定フィギュア取ってきてよ。はい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 、ご飯は今できますし、髪飾りはテーブルの上にお姉様が置いてました。フィギュアは後でお店取り行くから、引き換え券ください。ごめんねコーちゃん、私は立場上何も手伝えないの。どなたですか？空いてますよ。失礼いたします。王子様？突然の訪問すみません。実は昨日出会った女性を探していまして。サバゲーの話でしたら私が。いいえ、そうではなく、昨晩私と一緒にダンスを踊ってくれた人を街中を回って探していまして。まあ確かにおったな。ヒントはないんですか？名前とか。名前も名乗らず立ち去った彼女が唯一残したのがこのガラスの靴なんです。見たことのない靴ですね。耐久性も低そうです。実はこの靴にぴったり合うその女性を私の妃に迎えたいと思っているんです。確かその靴私のだったかも。いやうちが履いとったものに間違いない。サイズはこうちゃんにぴったり合いそう。あ、いえ、なんでもないです。ガラスの靴の持ち主が王子の妃になる、それを聞いてみな変わる変わる靴を履こうとしますが、誰も合いません。残念ですが、あなた方4人は違ったようですね。せめてあとちょっと痩せてたら。あんま変わらないんじゃない？軍用ブーツならいくらでも合うものがあったのですが。ん？そちらにいる方はまだ試されていませんね。私は。王子様、その子は昨日は留守番やったし、パーティーには行ってませんよ。そうですか。では私はこれで失礼して。でも一応試すだけ試した方がいいんじゃないですか？せっかくいらしたんだし。そうですね。それにどうしてか彼女のことが気になってはいたんです。すみません、お願いしてもいいですか？はあ、それじゃあ。まあ、コーデレラがガラスの靴に足を滑らすと、まるで吸い付くかのようにぴったりと合いました。それと同時に昨日と同じドレスにコーデレラが包まれました。まあ、なんてことでしょう。まさかほんまにコーデレラが昨日王子様のダンスパートナー？これは驚きですね。やっぱり昨日のお相手はあなただったんですね。まあそうみたいだね。人
目会った時から思っていたんです。そして今も感じました。きっとこの人が私がずっと憧れていた人なんだって。大げさだな。もうこうしてコーデレラはお城に迎えられ、青葉王子と結婚し、お妃様となりました。ママ母たちも今までの非礼を詫び、心を入れ替えて一緒にお城で暮らすことになりました。結果オーライ。やったー、今日からお城が我が家だー。こら、うちらはお妃の親戚なんやで、はしゃいだらみっともないやろ。この中庭、植え込みも豊富で広いですし、いろいろ楽しめそうです。ではこれからもみんなでいいゲーム、じゃなかった、国を作っていきましょう。オッケー、ついてくよ青葉。もう夫は王子である私なんですからね。よかったね、こうちゃん。こうちゃんが幸せなら私はそれでいいの。こうしてこの国イーグルジャンプ王国は幸せな人々に支えられ、いつまでも栄えましたとさ。でめたし、あ、じゃなかった、めでたしめでたし。